というわけで、翼チャンネルの新田翼です。よろしくお願いいたします。相変わらずガンダムの続きを巡っていこうと思うんですけども、はいはいまあ、ちょっとなんかコメント欄にギレンが出てきましたね。そうですね、総帥殿がジークジオン様ジークジオン様じゃない、ね、再生上がらなくてもああいう人が一人いてくれるだけでねやりがいがあると思うんですよ。やっぱりガンダムのファンとかはやっぱりしっかりとコアなファンが多いんだなっていうのすごく分かりました、ねうん、時間とか見てね、うん、はい、ではまあ31話から、はい、ザンジバル追撃ですね。ザンジバル追撃、はい、はい、ここでまず主要キャラ一人、はい、スレッガーがここで出てきます。スレッガーのスレッガーローがね、これ映画版だと最初出てきた時出てきただけで何もなかったですね、うん、でまあちょっとね、はい、皮肉めいた感じでね、うんうんうん、まあ、ちょっと怪とキャラが被るんでね、はいはい、確かに、まあ、そこら辺もちょっとね面白いところではあったと、はい、でまあ前回のあのジャブローが終わって、はい、まあ、ここから舞台が宇宙に変わるんですよ、うん、でモビルアーマーのビグロが出てきたりと、これ多分ね映画版は いなかったと思います、ね、そうなんです。もうなんか映画何モビルアーマー嫌いだろうかなっていうぐらいにモビルアーマー自体は人気ないんですか。いやまあ僕もプラモデルで言うとやっぱちょっとね、ああ、じゃあまあそこら辺ですかね、足を踏むようなちょっとありましたけどね、スレッガーローが出てきたり、はいはい、まあここがまあその最初の回ですよね、はい、まあ未来さんとか、まあ、セイラさんと会話をするようなシーンで、うん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 、本当にこの人信用できるのかなぐらいの、まあ、ちょっとそういう雰囲気が若干ね、はいはいはい、ありましたよね、はい、まあ、それがこの回ですね31話、はい、はい、で次です、はい、強行突破作戦。強行突破作戦、うん、これね、どこだほぼほぼ映画には入ってない、これザクレロとか出てくるんですね。知らねえ、これモビルアーマー、うん、モビルアーマーです。うん、だからここはね多分ほとんどだからスレッガーが最初に出撃するようなシーンがここに入ってるんですよ、うん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 、でガンダムになんか新しいパーツを装着して宇宙用にね、知らないこれ何これ B パーツって言うんですけど、まあそんなのも出てきたと。だからねちょいちょい例えばガンダムが G アーマーに乗ったりとか、まあそういうシーンねほとんどないんですよ、うん、映画だとね全くガンダム単体だった気がしますけど、はい、まあこれがね、まあ、この回だったんで、まあここはほぼ全カットですね。ですね、全く何の感情も分かんなかったですけど、はい、はい、32話もまあ、はい、そんな感じで、で次ですね、はい、第33話、うん、コンスコン強襲です。コンスコン、コンスコンなんかこれあれリックドームを指令してやるやつですよ。じゃあ名台詞か、はいはいはい、名台詞というか、ほんでここに、はい、またアムロのお父さんが出てくるのと、はいはい、未来さんのフィアンセですね、あー、うん、ちょっと悩みが出てくる、ね、そうそうそう、はいはいはい、これです。アムロが車でまたお父さんとこ行って、お父さんちょっと頭いっちゃってる、あのシーンがこの辺りですね。ちょっと悲しいとこですね、うん、これそうそう、これを使えと、ガンダムにこれを取り付け、もう時代はそこじゃないんだっていうねもうだからちょっと取り残されちゃってね、うん、でまあコンスコンって、まあ、これで太っちょでね、まあ、ちょっと、まあ、言っちゃえばあの人に似てるんだけど、まあ、全く不人気です全然ランバラルの面影もないの、名前はこれね12機のリックドムを出すと、はいはいはい、ほんで1つ2つとアムロにどんどん倒されていくと、全部かと3分も経たずにかっていうねこれパチンコのシーンでもね、あ、そうなんだ、あるんです、はい、まあ、リーチのシーン、リーチかな、うん、演出かな、ちょっとした演出であるんですよ、まあ、これがこの回、うん、で34話、はい、宿命の出会い。宿命の出会い、はい、これララーですよ、アムロとララーの、そうそうです、雨のなんか小屋みたいなところにね、白鳥いたとか、そうそう、ララーがいて、まあ、そこにアムロが行って、まあ、出会うと、うん、そしたら今度車で来たなんかシャアなんかそうです、車が故障するんですよ、アムロがね、そうですね、途中で、うん、でシャアが助けてあげる、そうそう、でシャアの横に乗ってるのがララーと、はいはい、うん、そんな感じで、まあね、まあ、お互いこの時は全然ね、まさかね、名前とかも知らないで普通に喋ってるんで、ね、僕はこの要するに戦時中、うん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 、今戦ってる場所じゃないから、まあ、相手方の上官の服装でビビったかいみたいな、ちょっとそんなありましたね、はいはいはい、余裕かましてるような、そう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 、これでも衝撃でしたね、アムロとシャアの初の遭遇っちゃ遭遇ですよね、そうそうそう、直接のね、はい、そこにララーもいるっていうのがまた、そうそう、でララーはもうなんとなくもう見えてるわけですよ、いろいろなことがね、はいはいはい、はい、なんとなくこうなるんだろうなって、そうそう、予測できる、予知できる人なんでね、うん、まあ、これがまあララーが出てきたっていうのが初めての場所ですね、宿命の出会いか、うん、あ、で第35話、はい、ソロモン攻略戦、おう、うん、これね、あれですね、ドズルが奥さんと絡みがあるところあるでしょ、なんか子供を抱いて預けて、うん、声が大きいからとかなんだっていう、まずそのほのぼのしたちょっとしたシーンですよ、はいはい、あ、じゃあまだ特攻じゃない、あ、じゃないじゃないじゃないですね、そのちらっとボールが出てますけど、ボールがもうだから宇宙にね飛んで、はいはい、またやられ役としてね、ジムとボールを量産して、まあ、わちゃ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 やるところですね、で
影ではもうビッグザムが生産されてるわけですよ。あ、そうかそうか、うん、圧倒的だな。そう、ここはね、多分ね、あれです、あとハヤトがこのなんか具合悪いんだか怪我したんだかわかんないですけど療養してる時です。あ、これね、あのなんか情けないよ、何もできないみたいな。そうそう、アンドロはそうそう、あそこです、あそこです。え、じゃああれか、フラウボーがちょっとあの人はなんかすごいことになっちゃったからみたいな言ってるの。そうかもしれないですね。あ、うん、そうそう、そこかな、うん、何してもこの奥さんと子供が、ドズルの奥さんと子供が出てくる、最初に出てくるのがここです。これってミネバサビですよね、確か娘ミネバじゃなかったかな、ミネバ、そうです、ですよね、ゼナとミネバですね。これミネバが今後ね、どんどんそう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 、ゼータ、ダブルゼータ、ユニコーンと出てまいりますから。僕ユニコーンまで見たから僕は知らないですよ。そうですよ ね、はい、サービス今回ここまでですが、そうですね、じゃあ次回一応名前だけ、はい、はい、恐怖起動ビグザム出てきちゃった、はい、あ、次はビグザムの登場というか、うん、入る、あざした翼チャンネル、チャンネル登録してくれよ、な、な、チャンネル登録してくれよ、な、な。